人吉インターチェンジは、熊本県熊郡山江村と人吉市にまたがる、九州自動車道のインターチェンジである。人吉市の北側に位置しており、人吉市内のほか、田良木町など、熊郡一帯の玄関口となっている。また、高速道路の通過のない鹿児島県伊佐市などへの移動にも東 IC が使用されている。八代インターチェンジと東 IC の区間は 38.5km で、 日本で一番長い IC 間距離である。東 IC を含む八代ジャンクションから、エビのインターチェンジの区間は、肥後トンネル、格闘トンネルという長大トンネルに挟まれているため、危険物積載車両の通行は禁止されており、東 IC から危険物積載車両の侵入はできない。日本の高速道路で唯一双方の区間に危険物、積載車両が通行できないトンネルに挟まれている。 インターチェンジでもある。当該車両は国道219号、国道221号などを経由することになる。なお、八代インターチェンジ東 IC 間が開通した当初、本 IC の本線上に、本線料金所、本 IC の南 4.2km の地点に仮の出入り口が存在した。本校では、人吉本線料金所についても説明する。 1989年に、八代インターチェンジ人吉狩、出入り口間が開通した際に、人吉狩、出入り口を利用する車両のために、人吉インターチェンジの本線上に、本線料金所が設置された。1995年の人吉狩、出入り口エビのインターチェンジ間の開通に伴い、人吉狩、出入り口は廃止され、人吉インターチェンジ以南の九州自動車道、 宮崎自動車道を利用する車両は、各 IC または、鹿児島本線料金所で、料金収士及び、通行券の発券を行うこととされたため、人吉本線料金所は廃止された。人吉インターチェンジバス停は、県道との交差点付近に設置されており、福岡、熊本、宮崎、鹿児島及び新八代駅方面に、1日120本以上が発着し、 鉄路である、被殺線人吉駅とともに、人吉、熊地域のターミナルとしての役割を果たしている。待合所は、他の高速バス停と同等の簡素な建物であったが、バリアフリー化などが行われ、改築されている。また利用者が多いことから、トイレも設置されている。インター街の人吉インター上高口には、以下の一般路線が停車。人吉本線料金所に関するカテゴリー。 ありがとうございます。